皆さん、自分自身もね、イラつくけれども、周りを見て、皆さんもイラついてしまう。では、本日やっていく企画は、5秒に1回大事な会議中にスマホが倒れたら、いぶきは怒らずに見てくれるのか、いぶけんしゃー、行ってみましょう。おいっすね。あざす。暑い。本日、YouTube。はいはいはい。批判はひたすら食らってんだけど、そうだね。そうでも俺が思うにその YouTube を見てくれるためにやっぱ TikTok まず盛り上げなきゃいけないと思ってるから、うんうん、だからそれに関しては何でもしてたけど、うん、すごい大丈夫かも、うん、なんかうまく視聴者、まあ、そう視聴者の TikTok のねクオリティは下げたくないよね、うん、下げたくないよね、なんか今大丈夫、なになになに、おでこ当たってなかった今、うん、大丈夫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 、クオリティっていうか誘導って言われちゃってるところはしゃあないってしゃあないから、そこを、うん、こいつマジでお前何どうした、ど何してんのお前、ごめんちょっと不安定だな、電波かな、お前が不安定だよ、お前が不安定電波じゃねえ、まあとりあえずそうだね、 TikTok の、うん、どうした、何もない何もない、どうなってんのこれ、いや結構マジでごめん、大丈夫、画面がちょっとおかしい、画面は大丈夫、あごめんごめん、なんでなんでだ、めちゃくちゃお前何回倒してんのさっきからお前、